Peggy 12. もうすぐ、もうすぐです。もうすぐ地上は、すべてあなたのものとなります。時は来た。もはやアテナもこの地上ともども滅びゆく。ペガサスよ、アテナは救えぬ。そしてお前もアテナと共にメイドへ行くのじゃ。みんなが命を懸けてこの俺に託してくれたというのに、この俺に。なんて凄まじい憎悪に満ちたコスモなんだ。日が沈むまでにヒルダを捕らえなければ、アテナ・サオリのコスモが尽き、地上は海に沈んでしまう。彼らの前にアスガルドの伝説の戦士ゴッドウォーリアが立ちはだかるのだった。この北の果て、極寒の地アスガルドの人間にとっては戦いは始まっているのだ。へっ、俺は人間など信じない。薄汚れた人間など滅ぶ方が地上のためなのだ。北の人食い狼を舐めるなよ。俺と出会った不幸を呪うがいい。氷河、お前が邪魔だ。灼熱地獄に旅立て。クリア様のために。君が戦いをやめることができるのは君が死んだ時しかないようだ。君の生命もこの世から消え去る。安らかに眠れ。大自然の精霊たちへ、シリュウをたっぷりと可愛がってやるがいい。精霊たちよ、奴を生贄として捧げる。お前には白き弔いの花を手向けてやろう。受けろ、偉大なる北極海の怒りをな。所詮この世は己一人、力ある者のみが生き残るのだ。メイドに行け。私は全力を尽くして確かめてみたくなりました。彼らが正義なのか、それともブレイベストブリザード。さすがは最強のゴッドウォーリア。諦めてなるものか。心のコスモよ、究極にまで燃え上がれ。今の俺はみんなの希望。みんなが与えてくれたこの力で俺はお前を倒す。何度でも立ち上がる。もはやアテナの死は確実。これ以上お前に何ができる。おそらくあれはアテナの最後の祈りだろう。ゴールドセイントたちが命を懸けて開けてくれたこの突破口、決して無駄にはできない。ペガサスに撃たけ。前に教えたでしょ、セイントの優劣を決めるのはコスモ。全力の闘気俺にぶつけてみるがいい。どうしたセイヤ、その程度か。今度は私の手のひらの上から逃げられるかな。五郎法での決着を今つけてくれるわ。こうしてお前と再び語り合えること、神に感謝しよう。お前に私が切れるのか。俺が倒れた、誰がアテナを、この地上を守るんだ。アテナを救うまで俺は倒れるわけにはいかないんだ。俺はあなたを信じる。アテナを救ってみせる。